このことを PCM 方式って言うんだって覚えてください。こんにちは、西田です。京手情報1対策、毎日3分情報用語、23日目、本日の用語は PCM 方式。では早速行ってみよう。 PCM 方式を解説する前に、まず19日目に解説した標本化、量子化、符号化の動画を見ていただきたいと思います。すでにご覧いただいている方はこのままこの動画を見ていただいて、まだそちらの動画を見ていない方は19日目の動画を見てからこの後の PCM 方式の説明を聞いてもらえればと思います。では行きましょう。標本化、量子化、符号化はアナログデータ全般をデジタル化する際に行う作業になります。で、その中でも特に音を標本化、量子化、符号化する流れ、このことを PCM 方式って言います。だから今日の内容が新しいものなわけじゃなくって、以前扱った標本化、量子化、符号化の中で特に音についてその作業を行ったもの、このことを PCM 方式って言うんだって覚えてください。本日の動画は以上。本日のまとめです。 PCM 方式っていうのは音のアナログデータを標本化、量子化、符号化することでしたね。おまけです。 CD なんかでは 44.1kHz、16バイトなんていうワードもよく出てきます。こちらについては今後解説していきますが、この数値だけは覚えておくといいかもしれません。